ゆくりどころハーレー元にぎわい広場の前で朝から飲めてモーニングブランチもありますね。大阪の粉もん食べに来てや。たこ焼き、お好み焼き、焼きそば、デージーマーさん。ハーレー朝8時から夜9時まで頑張りますね。定休日は金曜日。世界に認められた泡盛 ITI 最高ランク三つ星8度目の受賞。プレミアムな夜、ザンパプレミアム。ハーレーのイチャリバチョネ。日曜日の夕方いかがお過ごしでしょうか。ハーレーのイチャリバ町では那覇市松尾元にぎわい広場にあるたこ焼きやハーレーがお届けする番組です。はいよ。ナビゲーターはシャンシャンと、はい、シャークになります。30分間どうぞお付き合いください。パチ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 。はいはい、なんかいい感じですよね。もう皆さん皆さん、え、皆さん待って待って、はい、ラジオ聞いてる人ゲストを呼んでないのに皆さんって、ああ言われてもまだ誰誰、ま、誰が今回ゲスト、誰今週のゲスト、はい、はい、和田ちゃんと師匠です。よろしくお願いします。毎回毎回、まあ、もう準レギュラーですからね。はいはい、もういやいやさっきレギュラー言うとって準レギュラー言うたらもうなんかハレの愉快な仲間たちでございます。はいはい、私いつも師匠にラブコール送ってるにかかわらず、はい、師匠のツンデレに会いまして。なるほどなるほど。そうなかなか、そのツンデレ加減で通ってしまってるね。シャンシャンも面白いんやけど、ね、そうなの。師匠って言ってツンデレじゃないんだよ。じゃあツンや、ね、なんや、ね、ちょっと可愛らしくしてんな。ツン、もうデレとかせんからね。ツンのみや。本当にはいはいみたいな、あ、めんどくせえとか言って置いてかれて、うん、師匠とか言うけどねえ、みたいな感じでちょっと冷たく扱って、めんどくさいんだもん、もうめんどくさいとか言うな。ということでね、はいはい、はいはい、今日は今日和田ちゃんがね、どうしても喋りたいって乗り込んできてるので、うん、はい、思う存分喋っていただきましょう。あ、ありがとうございます。はいはい、ですね、はい、今日は、はい、今日は、NPO の、はい、NPO、はい、鍾乳洞協会代表で、鍾乳洞協会代表、はい、やってまいりました。すごい、ね、っていうのは、鍾乳洞協会実は4人しかいないんですよね。うん、ね、4人そう4人の中の一応会長なんですね。いやだ、私会長でひらひら、うん、あ、ひひら、その会長と理事長は、はい、まあ現役のおじいちゃん2人、うんうん、後期高齢者です。でそのうちの山内平三郎さんって方が、はい、山内平三郎さん、はい、武士みたいな名前だもんね。そう、もともと愛媛の方で、うんうん、そうですよね、うん、ちょっとうちなんちゅうの名前の、ね、全然、うん、じゃない、うんうんうん、平三郎さんは、うん、学生時代に、うんうん、沖縄にしょっちゅう来てて、はいはい、大石林山と玉泉洞とか、うんうんうん、であと新石垣空港の、うん、2万年前の人の骨、うん、を見つけてしまったがために工期を遅らせたという、へー、ダメな人なんですよ。これまたダメなの、発見したって素晴らしいことです。いやいや、発見したがために工期が遅れてしまって無駄な予算がかかってどないしてくれんねやまで言われたらしくて、うん、あ、じゃあもう玉泉洞と大石林山をお渡ししますということで、うん、そうなんですね、権利をお渡しされて、あ、すごいね、それは、そのほうがかわいそう。それはまあまあ、でも本人も、うん、そんなに見つけて、うん、はすごいところやと思って、うん、まあまあ自然大事にしてみんなに知ってもらうのはええな思って、うん、そんなつもりで出したんだけれども、うん、大石林山の場合ちょっとね、いろいろ加工されてしまって、うん、今のように、はいはい、うん、なので、な、ね、まあまあまあ、平三郎さんに言うには、うん、まあ、いいよと、うん、で、最近八重瀬町の方で発見されたハンターバーの森、うん、はい、前回の時に言ってたかな、はい、いや言ってない、今ちょうどガイドしてて、うん、あ、そうなんや、そうそう、ま、ハンターバーの森、うん、反対側の森はホロホロの森言って、うん、はいはいはい、遊歩道があって、うん、600メートルぐらい登ったり降りたりしたら、うん、グシチャン浜っていう浜に出ます、はいはい、あ、それの反対側にハンターバーの森っていうのがあって、うん、はいはいはい、まあまあ反対側言っても入るところがないんですけどね、そういった行ったらまあすごいの、う
もうまあな、うん、どっから入ってええか分からんのに入ったらすごいんですね、うん、入って一番頂上登ったらもう太平洋全部一望できる。へえ、あ、そっか、入るところが出ていって、ちょっとその登っていって登り切ったら、うわーみたいな、もう絶景やみたいな、うん、もう言うたらサンセットとかそこで見たら最高なんで。残念、それが東向きやな。あ、残念や、朝日まででした。朝日までやな、お前やな、久高島が遠くに見えて、新年に行くところやな、うん、上がりうまい、うん、で宇多木とかもあって、ああで宇多木ね、多分ね、ウートウトしてはる人いる、ね、あ、なるほどなるほど、ノロさんとか、はいはいはい、唯一の今これメンバーの中で唯一の沖縄の県なんですけど、そうよね、内田口、なんですけど知らない、あ、その場所さえも知らない、初めて、そう、八重瀬町にあるんですよ。俺何してるの俺そうそう、この辺にあんねんとか言えへんもんね今全然、何も知らない感じのまま、あ、マジで、またそんなあるんやみたいな顔を。じゃあ和田ちゃんここのガイドをしてるってことは、うん、私ら申し込めば、うん、いつでも和田ちゃんのガイドが、ただそのガイドのツアーの、うん、名前が沖縄一危険な崖の崖、そう、命がけ、クライミングセンターかみたいな、あのどっちか言ったらトレッキングなんだけれども、来るお客さんはみんな、これトレッキングじゃなくてどっちかってロッククライミングじゃないのって、そっちの方が近いよっていうのは、それはちょっと顔を危険やだよ、いや、うん、俺は多分行けるけど俺無理、あのね、こう登るでしょ、うん、登ったら次13メートルぐらいまで潜ります、下潜ん の、 あのフィッシャーっつって岩、うん、そこの地層自体が、うん、こうあのマンゴーをこうパッ切るでしょ、切るで、グイって持ち上げたらパカンってなるでしょ、あのマス目みたいに、はい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 、ちょうど沖縄の地層ができて、うん、海底からこうグワッと上がった感じになってんね、そのままが残ってる、うん、あ、じゃあ向こうまで渡らなあかんし、うん、船も置くとこないから、船、だからこうパカンってなってるってことでしょ、の地層、地層、うん、地層、でも海があるんじゃないの、海はヘリヘリだけで海岸線で、うちらが森を住むところは別に、うん、海水も何もないんですね、そうそう、一旦そこを降りて、うん、また上がって、あ、なるほど、その繰り返しね、そう、で、そこは、うん、あの、まあ、割れ目、琉球石灰岩の割れ目で、うん、まあ、避けてるところに入っていきます、うん、で、うん、ちょっと空いた洞窟とかあって、うん、洞窟潜ったら、うん、昔の日本軍の残留品とかも残ってる、で、もともと、あの、摩文仁が最終の決戦地になるじゃないですか、その前の時からもう、あの、糸満のあっちの方には、うんうん、米軍が見えてたじゃない、はい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 、で、その八重瀬の、八重瀬岳の方から見て、うんうん、そこのハンターバーの森のところからも見て、ずっといつ来るんやろ、いつ来るんやろ思っててずっと見てたら、うん、後ろの読谷村にから入ってきて、うわー逃げろみたいなって、防空壕とかそういう風には使われてない、うん、あ、なるほどね、うん、そうそう、そういった跡地があって、へー、うん、だからいろいろ、あの、そのまあ、クライミングが好きな人とかトレッキングが好きな人とか歴史が好きな人とか行ってるやろうね、うん、そみんな来て、うわっつって、ただ景色が景色やから、あのね、なんかそういう日本の、うん、日本が持ってたね、そういうヘルメットとか、うん、ちょっと落ちてたらね、あるんですよ、ちょっとびっくりしますよね、靴とか、うん、食器とか持って帰る人いる、いや、それはないですね、それはまた別で、うん、あの近くのところを遺骨収集とかで参加してもらったら、うんうん、そうそう、返すわけじゃないけど、あ、うん、ありましたよ、うん、みたいなね、うんうん、唯一のうちなんちゅうの私が、うん、知りませんでしたそんな活動さえも知りませんでした あ, あるんですよ、まあ、基本、あの、沖縄の方、うん、骨とかはあんまりね、うんうん、触ったり海行ったりとか山には真面目が住むにおいて、うんうんうん、入らないとこやから、魔物キジムナもいますしね、キジムナ妖精なんですけど、ね、マジム魔物、魔物、魔物、うん、僕はよくあの店でシャンシャンからマジムナって言われてますけどね、マジムナ、マジムナ、はい、ゼータとかですか、ゼーッマジか、マジンガーゼット
水木ゼーごめんなさいごめんなさいごめんなさい師匠ついていただきましてシャー君の気持ちが分かる、いつもありがとうございますもう大変そうなんです、でも分からなかった、地元の私が分からない、すいません、また八重洲町にお越しの際は、ちょっと覗いてみてください、しかもどっからどこまでか八重洲町かもう知らない、あ、島尻郡、なかなか変わった形ですよね。さっきあるでしょ、なんかほら併合して八重洲でしょ、だからどっからが八重洲なんだろう、コチンだとかぐしちゃん、なんかそんなんめっちゃ詳しいよな。いや南部に住んでるから、まあまあまあ家の近所、まあ、家の近所やから、そやけどそんなに結構ディープやと思います。あ、リアルくんやね、いやだってリアルくって東京内に僕らなあやからなあのなんていうお店とか、雲路松山、でそこの浅戸の、境町とかね、境町とか、そういう場所的にはまあね近いし、その辺まで行くけど、ちょっともうおろくらいなんてもうちょっと正直ジャスコぐらい、もう分からんくなる。ジャスコないんじゃない、イオンじゃない、あ、イオン、ね、そうおろくのジャスコってみんな絶対言うけど、でもジャスコ言うよね、おろくのジャスコよ、ジャスコって言ってまうよな、ジャスコはもうないもともとそうやったから、ヤスコって聞こえない、おろくのヤスコって聞こえない、ヤスコ師匠の元カノ、ジャスコジャスコって、おろくのヤスコって聞こえない、聞こえないか、おろくのヤスコ聞こえないか、そうなんです、やばい、今日ね、じゃあこのツアーに参加する際は、ちょっと運動グッズ、絶対運動グッズ必須、それは必須、島通りで行ったら多分足の甲ガッサガサ、もう基本琉球石灰岩のあのガシャガシャのところがある、いやでも大丈夫、 あれ履いて行った方がいいんちゃう、あの海に入る時にあのマリンシューズ、あんなん、あんなんでもね、飛び職のさ、あ、直旅とかの方がいいかも、直旅みたいなのがいいかも、直旅が一番安全、島通りじゃ無理ですよ、島通りは営業中入ってるだけであって営業中、俺プライベートは靴ですか、プライベートは靴ですから、師匠の島通りしか見たことない、あれは仕事中の格好であって、あなたね、知らなかった、ガイドの命綱をつけます、じゃあ漁さんでお願いします、はい、ということで一旦 CM へ参ります。福井どころハーレー、元にぎわい広場の前で朝から飲めてモーニングブランチもありません、大阪の粉も食べに来てや、たこ焼き、お好み焼き、焼きそば、デイジーマーさん、ハーレー朝8時から夜9時まで頑張りまっせ、定休日は金曜日、世界に認められた泡盛 ITI 最高ランク三つ星8度目の受賞、プレミアムな夜、ザンパプレミアム、はいはい、引き続き伺ってまいりますが、はいよ、まなちゃんなんかもう一個言わなあかんことあるじゃん、その鍾乳洞協会でいつもはハンターバの森のガイドをしてるんですけれども、今ね40メートルと35メートルの鯉のぼりを登らせようという、40メートル鯉のぼりを登らせよう、はい、毎年やってるらしい、登らせるってどういうこと？そうそう、もともと中国のお話で鯉っていうのが昇天されて龍になったと、いうのをなかなか、うちら内地の時、まあ5月5日って節句、金太郎の明かりをつけましょう、それはあれですよ今何月と思ってんの、すいません、ごめんなさい、それはちゃいますよ、はい、失礼しました、はい、5月5日ですね、節句の日、節句の日で、節句の日行ったら兜とか、いやまあね、金太郎とか、そうですよね、5月5日の聖比べ、そうそうそう、はい、シャンシャンが5月5日生まれなんでね、一番よく知ってると思いますけど、申し訳ないけど、ちまきとかもね、ちまきとかしわ餅をもらいすぎて、ちょっと憎きかしわ餅、憎きちまきになってるぐらいもう子供の頃から、弟がいまして一個下に、だからそのお祝いに来るわけですよ、まあ長男なわけなので、
本家筋のね、うん、そしたらみんな柏餅やちまきやらこの行事のたんびに、うん、それにまつわるものをたくさん持ってきてくれるわけですよ近所に住んでる。でもシャンシャンの誕生日ですよね。そういやシャンシャン誕生日だったねって言って、そのちまきと柏餅が山盛り私の元へ届く。で私のケーキにはいつも金太郎や鯉のぼりが乗って、で家の庭にはでっかい鯉のぼりが上がってて、これあげる前にこう庭にバーって置いてあるところを中こうやってわさわさって言ってもうトンネルみたいにして遊んでて、もう引かれるよみたいな、車に引かれるよとか言われて、どの車に引かれんねんみたいな感じでしたけど、自転車に引かれそうになるっていう、その車と思って自転車やんみたいな、近所のおばちゃんが来てじゃーって引かれそうになるっていう、中入ってこうやって寝てたら、まあそんなこといいんですけど、私はその鯉のぼりを今作ってる最中で、はいはいはい、去年は作る。そうそうそう作るんですよ。で私てっきり毎年作ってんの。そうここ5年ぐらいやったはって。なんでその鍾乳洞協会の山内さんがなんか作るのが好きなの。だけどいやいや去年作ったやつあげたいやん。何年かに1回で5年に1回ぐらい。いやいやもう平和記念公園の、うん、そのゴールデンウィークの催し物として、でもうやってくれやってくれっていうことで、去年までは35メートル、まあ、クレーンで釣り上げますわ、うん、うわ偉いことなの。金かかってるな。金もかかるし誰が出すねこの金。そうでしょ、うん、もうまた金の話、なんかまたお金の話やりましょうか。いろいろあるんです。で今年は40メートルにしてくれという依頼がありまして、増やすの5メートル、はい、あいやもう館長に言いましょうね、はい、館長の知り合いなんで、あなた5メートル増やすどういうことか分かってるのかい。で今日のね昨日も言ったんです、あの平和記念公園の管理、うんまあ、管理事務所に、ね、なんか必要なものありますかって言われたから、うんうん、土のうが20個いります言うて、うん、明日用意しときますんでって分かりました、至急でお願いします言って、いやもう災害か、いやいやいや土のう何のために8メートルをずっとつなげていくわけじゃないですか、うん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 、で4なんかね何メートル2メートルのこのナイロンのロールを引っ付けていくの、うんうん、ここに近く喋ってくれないと多分、ナイロンをこうビニール袋みたいなのをずっとずっと40メートルやって地道に両面テープでペタ両面テープペタってな、その上になんか塗セロテープにまた塗ったらええんじゃん。なんかもう布でみんなでつなげるね。ビャービャーってやりゃ早い。ミシンでビャービャーはそのビャービャー早いね。エタモンとかでできないのかな。で言ったらそのまあ75歳のタッカーとかね。タッカーとかでボン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 って打っていってもええと思うし、いやもうなんかもうなんかそれが一番やわ、なんかアナログやなかなり。アナログ、うん、そのアナログなことを2人でやってるんですもうちょっとなんか、ね、もうちょっとなんかないの、なんかあるはずやで、うん、いや私もいっぱいボランティア募集とかしてないんですか。いや誰も来ない、うん、来ないというかもうこの興味が悪すぎる、うんうんでその恋の柄とかも文句も言いたくはないけど二人でこんどないすんねんこれ。もはや誰のためにやってるのかな。そうそうそう何のため。いや子供の笑顔が見たいんだって。まあまあ。じゃあ子供にさせないと意味がない。で色付けだけしようかっつってたんですけど、うん、教育委員会からブブーって。えマジで。子供にやらしたった方が絶対ええやん。2メートル空けてとか。あ、うん、あ今はね制限あるからね。そうそう、それがあるから、まあ屋外とはいえ、うん、やっぱしクラス30人おったら15人15人の2日とかなったらそれを引率する教師が足りませんので言われて、ね、いやもう先生おらんくても先生送り迎えだけでええやんみたいな。お前やで。うん、もうそんなもうな。それかもう教室で何メーターぐらいずつつなげておいてもらって、うん、でそれをこっちのね絵に描いて。回収しますから、それを回収しに行って、うんね、くっつけんのだけこっちでね大人でちゃんとそれがもう、うん、多分ね、うん、実物見たらこれ長すぎるんちゃうっていうぐらいこれちょっとやりすぎちゃうかっていう。でもそれをねやっぱりギネス申請持っていったら、あの子供らも見に行きやすいし、そうそうそう、あの報道関係にも見られるから、うんうん、あのね某あの局とかに来てくれる可能性大なんで、僕知り合いもいますしね、うん、言ってみてください、うん、だからギネス申請もして
ギネス先生もっとでかい、俺ギネスは知り合いおれへんけど、もっとでかいのあると思う。もう私も初めも去年も平和記念公園で大きい鯉のぼりが登ってるの見てて、うん、でっかいな思ってたけど、うん、あんなアナログな作業とは思わなかった。プリントされたあの鯉のぼりは規制のもんと思ってたから、うんうん、よう見たらクレーン横にあるわみたいな。クレーン釣ってるでこれ。去年のちょっと補修してまた今年もね、35メートルは使ってんね。使い回し35億じゃなくて30メートル。35メートル、億千万じゃないからね。え、そっちじゃないで、ブルゾンの方やで。あ、ブルゾンか、チェミの方か、なるほど、チェミやチェミ。そうそう、で、あの木、うん、桃玉菜の木がまだ葉っぱがないから、うん、枝だらけで、うん、こう上げる時にあっつった瞬間尻尾とかがもうガッサーなって、また下ろしてったら今度もうブワッサーってもうこれ何回繰り返すのみたいな。うわ、心臓に悪いわそれ。そうだから、そういったことも無残な姿でも、もうだから回収された時の鯉のぼりのひどいことやめなさい。そうだから大丈夫、もうやめなさい、負けずに、もう負けずに、もうもう気合いやな、もうあとは、そうあとはね、なんで35メートル次がだから40メートルなのよ。でも、なんでこのチャレンジ精神は、まあ、多分ね、わからないんですよ。最終的には60メートル70メートルいくんじゃないの、最終的には。もうなんか山内さんがすごい計算して、うん、山内さん、そう、山内さん、山内さん、ちょ一回連れてきてくれ、山内連れてこいや、山内、俺も山内、山内さん連れてきてもらって一回ここでおえらい理事長やのになんでちょっとやりすぎちゃいますか、こうやってやった方がええんちゃいますかとかいう話してもらって、うん、まあ一応宣伝にもなりますしね、うんうん、だからそれも兼ねてっていうのもありだと僕は思います。少女協会がね、興味ある方はどうぞ、うん、入会というか、そうね、うん、あ、どん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 、うん、ぜひぜひ、ね、っていただいて、何月ぐらいからやられてるんですか。ゴールデンウィーク早かった5月1日からかな。あ、1日ぐらいから、うん、でどこにか連絡先とかそういうのは、平和記念公園でもしてると思うし、うん、あと山内さんの出た、山内さん、山内さん出た、ハンターバーの森、個人的に連絡取るわけです。山内さんですか。鍾乳洞協会、鍾乳洞協会に連絡してもらったら、記念行動、あ、公園、公園の、昭和、鍾乳洞、ごめんなさいね、もうボロボロやん、協会、協会に連絡いただければ、はい、そういう誰でも、誰も入会できるんでしょ。誰でも入会できないです。あ、できない、はい、できない。あ、会に入らなかんの。入らないと、いや、見ることはできるよ、もうその突発し、お手伝いとかも全然大丈夫で、鍾乳洞協会自体は人は募集してないらしい。あ、4人でしょ、4人でやってるらしい。4人しかいないのにね、うんうん、減ることは、得意ることはないわけね。ない、うん、はい、また山内さんの考えで、そう、山内さん結構ね、計算高い割には4人やねんな。計算高いから4人やのよ。高いから4人なかなか悪党だったりしてな。いやいや、すごいですよ。この前もハンターバーの森に NHK の取材が来て、それはそれはすごい、なんとか、いろんなの発見してる方だから、そうそうそう、まあまあ、まあ普通の人じゃないし、普通の人ではないよね、まあ言ったら愛媛大学 の、 その地質学者の准教授、あ、准教授か、はい、なるほどなるほど、そう、そういった方なので、まあまあ一応賢い方なんでしょうけど、そうで、4人でなんかやる作業じゃないよね、から ね、 ね、実質2人ですよ。ちょっとその辺はボランティア募集して、うん、もう今ね毎日、うんうん、平和記念公園の、うん、平和のこの丸いところの下のところで、うん、地味にブルーシートに囲まれて、うん、ああでもないこうでもない引っ張れとかそこ張れみたいな。これ山内さんはいつもいらっしゃるんですか。いや、愛媛大学ってことは時々多くしてる。あ、もう今は全然してないよ、うんうん、学生の時、うん、学生時代から30歳ぐらいまで、まあ、ちょっと山内さんにアナログすぎますよ。ちょっと山内さんに会いに行きましょう。山内さんの頭の中すごいから、うん、本当にアナログだからもうびっくりするよ。ハンターバンの森の地図とかもすぐ分かったっつってバー書いて、うん、へえ、ちょっと会いたいですね。そう、合ってるのって思ったら、そのちゃんとライカの 3D スキャンで NHK の人が取材にして、ライカだ、そう、ライカって昔の写真、そう、昔のカメラ、ライカって、うんうん、あれでちゃんとお見事、なるほどなるほど、頭の中にはちゃんと、まあ、次回は、はい、まあね、じゃあ次回はこの山内さんに対し、はい、
インタビューおよび山本さんについて調べまして、うん、はい、またハーレーでご紹介したいなと思っています、はい、うん、はい、シャンシャン会いに行ってこようかなと思っています、うん、社会見学おーということで、うん、今週もお別れの時間となりました、うん、以上、はい、ハーレーのイチャリバチョーデーでした、はい、ゲストの和田ちゃん、はい、師匠、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。バンディムのナビゲーターはシャンシャンと、はい、シャー君でした。また来週、バイバイ、チャオ。ゆくりどころハーレー元にぎわい広場の前で朝から飲めてモーニングブランチもあります。大阪の粉も食べに来てや。たこ焼き、お好み焼き、焼きそば、デージーマーさん、ハーレー朝8時から夜9時まで頑張ります。定休日は金曜日。世界に認められた泡盛 ITI 最高ランク三つ星8度目の受賞。プレミアムな夜、ザンパプレミアム。